はい、ハピネスタークです。画面内で左ドラッグをしてください。それを描いてというか、それを描いてというね、フリーゲームです。何か画面の指示に従っていろいろ描いてくださいということらしいんですけれども、そんなゲーム今までにねあんまないけど、こうやってなんか左クリックするとほら、なんかフォトショップ使うときのあのね、スプレーみたいなのがいろいろ出てくるんですよね。いろんな色になったりする。わーっつって、これ面白いね。画面内で左ドラッグをしてくださいというわけで、はい、シャー、あ、なんだ、なんかシャーシャーやってた、なんか出てきた、これ、あ、もう始まってんのこれ、あ、そうなんだ、あ、なんか出てきた、あ、女の子じゃない、これ美少女、美少女が出てきたんじゃない、これ、お、美少女が出てきた、ハロー、おーおーおお、すげえ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 、女の子出てきた、おー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 、いいねこれ、シャーって、これ独特だね、これちょっと隅から攻めていこうよ、あれですよ、オセロのこう基本は隅を取ったものがこの場を制するみたいな、あれですよ、制服女子か、いいね、ちょっと答えは後ほどって感じ。なんか明かりが薄くなってきちゃった、嘘、ちょっと待って、イエーイ、ちゃんと見る前に明かりが薄くなってきちゃった、完成してる女の子、イエーイ、うー、あ、目玉、目玉、キャラに命を吹き込め、 OK、 ドゥ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 ン、お、ちゃんとしてきたじゃん顔、お、口元もしっかり描いてやるよ、うー、これゲームオーバーとかあんの、ちゃんと明かりがちっちゃくなる前に完成しなかったらお前何してたんみたいな、そういう感じで終わるのかな、女の子をきちんと完成させろって隅っこからやってる場合じゃなかった、なんか髪の毛に飴玉ついてる、あれはあれかな、もしその道中お腹が減ったら飴玉アルバンつってあれすんのかな、これもう完成してるよ女の子、ほらいい感じで、ダメ？まだ明かりが消えるまでやんなきゃダメ？ちゃんと見たいんだけどこの女の子、ああ、オッケーオッケーオッケー、制服をきちんと描いてあげようこの女の子、よし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 、オッケー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 、きちんと描いた、まだダメ？まだ完成しない？きちんとやれって、白いとこ残すなって、おやぶん、それはちょっと無理難題ですよ、オッケーオッケー、四隅からこうきちんとね描いていくぜ、ふっ、すごいオーケストラ流れてますね、へへへ、書いて、書きいて、何？書いて、女の子をさあ描いて、雨玉あるよ、これ食べるか、目玉をぬりぬり、逆の目玉もうほっほい、第三の目は出てないの、これ俺顔ばっかやってさ、歌ばっか歌ってさ、ちょっと待って待って、まだちゃんとやるから、ちょっとやるからごめんなさい、ちょっと待って、あ、全然濡れてねえ、ここ、え、まい、で、で、オッケー、しししししきちんと塗って、全然濡れてねえ俺ここ、あ、濡れた濡れた、オッケーオッケー、明るくなった、しゃ、仕上げに走るって、二人目がいた、え、何？いっぱいいんだけど、あ、何？最初の女の子もうお役ごめん？どういう絵？これ。ん？手でわしづかんでるわけじゃないね。なんか新しい絵に変わってきた。うわ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 。ちょっと待って、なんか女の子いっぱいいんだけど。しかもなんか顔だばっかり。俺何者になってんだろ今。何者？おぬし、何者じゃ？わわわわわ、ちょっと病的な絵になってきた、怖い、なんか最初可愛い女の子だけだったのになんか目のドアップばっかりこの子は僕のものみたいな、やめようぜそういう感じ、ちょっと、
あっという間になんかちっちゃくなっちゃった、明かりが。女の子ばっかり。ドッキリ系じゃないよねこれ。怖い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 。また歌えってこれ。ちょっとくどいよって思われるんだけど、でもここで歌うとリスナーさんにくっと、またこいつ歌ってるよって。でも歌っちゃうよ、ここで明るくなられても。え、あ、また新しい映画出てくるの。はい、今度はこの子を消せって。間違えた、書くもの間違えたっつって。オッケー、任せとけ、俺が塗りつぶしてやるよ君たちを。君たちを塗りつぶすために俺は生まれてきたんだ。毎回同じようなこと言ってるけど、俺は何のために生まれてきたんだ。君たちを塗りつぶすためだよ。え、何、なんか割れてない、うん、なんか手だ。何これ、アメーバみたいなの出てきた。あ、なんかバラバラになってるけど、え、何これは、女体ですか、なんだ、何が見えてんだこれ。俺には足だねこれ。おお、これ胴体だよね、どう見ても。こっちの方には何も転がってない。あ、なんか見えてきた。58000、なんかポイント手に入れた。経験値、え、なんだろう、58000って。あ、なんかあった、ここにも。なんだこれ、ん、墓場、ちょっと指が痛くなってきた。腕、あ、頭、これ墓場、なんか木の杭に刺さってない、なんだ、あ、なんか頭が刺さってんだけど、え、どういうこと、バラバラになっちゃったな、あの子が、あの絵の子が、え、どういうこと、おお、明るくなってきた。うっそい、あ、また新しいのができる。はい、あ、なんかわーいって喜んでる。なんだろう、今度58000消しいね。なんだこいつ誰、なんか腹巻き巻いてるけど、なんだ、家だねここは、どこだ、あ、これを全部消せばいいんだ、ここにあるオブジェたちを、オブジェたちを消して新しい、お、なんかティッシュみたいなの出てきた。お金、お金だねこれ。お、58000円、これちょっと多すぎない、58000円にしよう。ん、ジューって、あれ、やったわーっつってなんか手に入れたね。これ曲がループして初めてこれ明るくなるのかな。どうだこれで、おお、完成した。おー、これで終わりっぽい。俺何を書いたんだこれ、ん、どこ行くの。おお、自殺してるよ。はん、どういうこと、え、なに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 、花巻の、これ本人だよね、どうしたん、何してんすか。あの子を殺して58000円手に入れたけど、その後悔で首吊って死んじゃったみたいな。あの、大丈夫ですか、縄切れない、絵は描けない。いい感じで完成したのだけど、曲が終わるまで待てばいい、これ。ああ、びっくりした、ちょっと待ってって、鼻かんでた。俺もう書いてない、もう書いてない。うわ、最初の女の子じゃん。一体何があったのこれは、どういうバックボーンなの、怖いんだけど。なんか最初あんな楽しい感じで書いてたけど、俺今ただただ怖いわ。やっと死んでくれたわねみたいな、許さないとか言って、ちょっと、ま、待ちゲーだねこれね。完成してきてますね。なんかしなきゃいけない今。ふっふっふっ、ダメだね、どんどん白い部分が埋め尽くされてますね。女の子たち完成してきた。目がチカチカしチカチカしてきた。チカちゃんって呼ぼうかこいつ。なんかこの女の子が危ないのかな。お父さん、これ首つってんの。これ白いのがなくなるまで待てばいいかな。はい、ハピネスダークです。
娘を殺してその死体を描く画家の話、実況プレイやっていきたいと思います。5分程度で終わる逆、あ違う、サイコパス逆ホラーかのジャンルみたいですね。はい、ちょっとピント俺は来てないんだけれども、なんかこう妻の死をきっかけにね、死に対する芸術性と哲学に目覚めたその芸術家のその娘さんとが主人公なのかな。でそれでなんかお父さんのお話みたいな感じなんですけれども、5分程度だということなのね。まあちょっとサクッとやっていきたいと思います。 OK、 ちょっとねタイトルが怖いね。うん、まあ開始しましょう。再開できないので開始。なんてゴニ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 、びっくりした。え、このゲームは鹿野口氏作、それを描いての、さっきやってたじゃん俺。これ先ほどあのハピネス、この動画の収録の前にですね、あのそれを描いてというゲームをやっていたんですけれども、まあ最後の最後にとんでもないことが起きちゃってね、まあ一瞬だったんだけれどもとんでもないことが起きて、まあそれはぜひあのリスナーさんに体験していただきたいんですけれども、多分この動画と一緒にしてるかもしれないな。うん、まあ楽しいゲームだったんですけれども個人的にはね。でまあそのを受けてのゲームなんだ。なるほどね。個人的解釈による二次創作ゲームです、ご了承ください。まあ、一緒に動画一緒になってると思うのでね、それを踏まえての、ご視聴にねしていただけていると思います。素材についての記載があるので説明書はあらかじめ読みました、大丈夫です。はい、私は画家で妻と娘の3人で暮らしていた。あ、じゃあさっきのなんかこのバックボーン分かりにくかったんだよね。分かりにくかったというか、そんな深く語ってなかったから、これでそれを回収しようというね、二次創作とのその連携を。で、なるほど、それはそれで面白いですな。不明、有名でも無名でもない画家の私の稼ぎはそこそこで、妻と共働きをしていれば娘の一人を十分に養える平穏な生活を送れるくらいだった。アトリエにばかり引きこもる私だが、妻も娘も私の仕事を応援してくれていた。私の作品は生のエネルギーを全面的に表現している。例えば太陽に向かい咲くひまわり、例えば妻の働く姿、例えば娘の明るい笑顔、それらの力を受け取っては作品にする。そんな絵はそれなりに好評でほどほどの値段で売れていた。裕福ほどではないが家族3人で幸せな生活を送っていた。だがその幸せは突然失われた。妻が死んだ。通勤中に交通事故に遭ったそうだ。残酷な仕打ちである。娘も悲しみに涙を流す。しかし私はある違和感を抱いていた。妻の遺体、いや死体を見た時だ。衝撃を受けた。今まで生を持っていたものが失われるその姿、その大敗かなでね、大敗的な魅惑に私は心を奪われてしまった。私はアトリエに引きこもり、その見た光景を描いた。その絵は今までのものよりも一番の傑作で一番高く売れた。今までより高く評価され名声が上がった。やばい、これで死に取りつかれてしまうんだな、お父さん。なんかあの子じゃん、キャンディーガールじゃん。お父さん、ご飯作ったよ、食べてね。ありがとう。お父さんやつれてるけど大丈夫、ちゃんとご飯食べてね。美味しいよ。よかった、お父さんがお仕事の絵を頑張ってるから私も家事頑張らなきゃって思って。お母さんがいなくなって寂しいけど、私お母さんみたいになってお父さんを支えるって決めたの。やめて、そんなけなげな姿見せないで。そうか、偉いな、とても頼もしいよ。だからお父さんも無理しないでね。お母さんの葬式の後ずっとアトリエに引きこもってたし、でもその時描いた絵が一番高く売れたなんて、悲しみを力にするってすごいことだよ。絵は見せてないのかな、まさか。あ、見せらんねえよなそりゃ。そんなことないさ、そんないいものじゃない。
私は妻の死に魅力を感じて、それをそのまま描いたのだから、感じて、妻の死を踏み台にした最低な男だ。しかし、これからもお互い助け合いながら生活していこうね、お父さん。娘にこんなこと言われるなんてって感じだな。泣けてくるぜ、本当に。ああ、でもこの後の展開が一番泣けてくるんだろうけどな。いろんな意味で、この今、生き生きと私に語りかける素晴らしいエネルギーを持つ娘が死んだら、どんな美しい光景が見れるのだろうか。最低だおめえ。やばいこれ。こんなことを考えてはいけないのは分かっている。だが見たい。新たな世界を作りたい。今までにない最高の作品を。この高ぶりをどうしたら抑えられようか。理性で抑えてください。普通に妻の死体、あの光景をもう一度見たい。なんか進んじゃったよ。うまく描ければ高値がつき、名声ももっと上がるだろう。そのためにはやはり。やめて。なあ、今度私のアトリエを見に来ないか。え？あの家族でも立ち入り禁止だったお父さんのアトリエ？いいの？見に行きたい。すぐにでも。そうか。じゃあご飯を食べ終わったら早速行こうか。うん。お父さん、お父さん。すっげえな、お父さんのアトリエ。わあ、すごい。絵がいっぱいある。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。このアトリエのドアは私しか開けられない。内側からでも鍵を使用しないと開かない仕様になっている。スタコラスタコラ頑張ってんだ。すごいいっぱい絵があるね、本当に。すごいすごい、お父さんこんなに描いてたんだ。娘を殺すには、娘という作品の舞台には、ここは絶好の場所だろう。あのさ、聞いてもらえるかな。なに？次、描きたいものがあるんだ。モデルになってくれないか？え？もちろんいいよ。私がモデルか。何すればいいの？じゃあ、そうだな。まずは死んでくれないか。え？何言ってるの？お父さん。この曲がここで流れるって神なんだけど。私は本気だよ。お前が死んでからその体をモデルにするんだ。え？そんな、いや、どうしちゃったの？お父さん、お母さんがいなくなっておかしくなっちゃったの？頼む、私に殺されてくれ。いや、やばい、お父さんやばい。やばい、絶望的。これ、開かない、開けて、開いてよ。お父さんの仕事を手伝ってくれるんだろう。その覚悟を今示すんだ。やばい、いや、その目、違う、その目、性にすがりつく眼差し、頭にこびりつくこの感じ、やはりお前は逸材なんだ。今すぐ死んでくれ。娘を追いかけましょう。一回接触すれば殺すことができます。ダッシュすればどうにか追いつくはずです。そんなことを。あのですね、今言うんだけど、最近やってるフリーゲーム、こんなやつばっかです、本当に。すげえ、超早い。娘、追いつけばいいんだっけ。あ、娘ごめん。 あれか、あの大きな絵かな。あ、違うか、あれもでもなんか死体をモデルにしたって感じだするね。殺さないで。うわ、死んじゃった。すごい、
魂がこんなに溢れて、生の力がこれが死に至る瞬間なのか。いいぞ、人間は分断されるとこうなるのか。これは素晴らしい発見だ、芸術だ。お父さん、病院入ってください。わお。それから私は娘を裸体にし、その分断した体を必要なほど見つめ、丹念に描き上げた。それがあの私を描いての工程になるんだね。描いている間に娘の体に虫がたかり、ハエかな、ウジ虫が湧き、徐々に腐ってきたのだが、それでもなお美しいと思えた。その絵は彼女が原型をとどめないほどクズクズとなってから、ようやく絵は完成した。あのバラバラになった絵ってことか。この上ない神のような絵に仕上がったのだ。早速売りに出すと神秘的だと話題になり、素晴らしい至極の傑作だとほど、ん？だとほどほど高く評価され、ありえないほどの金額で売れた。その金で一生遊んで暮らせるほどの金額だった。あ、それであそこになるってことね。この上ない名声に莫大な遺産、画家としての権限、私は欲しいものをすべて手に入れたのだ。手に入れた。しかし、いないぞ。妻と娘が。そんなに金を持ってどうする。遊ぶのか。妻と娘がいないのにどこに行って何を楽しもうというのだ。気高き名声、莫大な金、手に入れたものは大きかった。しかし失ったものもあまりに大きすぎたのでは。もう何も書く気がしないのだ。妻と娘という至高の作品を書いた私にそれ以上のものは書けない。もう書くものなんて何もなくなってしまった。なぜだろう、何もする気が起きない。あまりにも虚しすぎる。心の穴が開いたどころか、心そのまま失ったようだ。そうだ、私は妻と娘と絵を失ったのだ。これで生きてて何になる。もう私には何もないのだ。テレビの電源を入れた。ちょうど私のドキュメンタリーをやっていた。昔書いた生きている娘の肖像画が映った。なぜだろう、それが頭にこびりつく。その映像が視界いっぱいに広がり、私は娘だけを見ている。美しかったあの絵が赤くなる。娘の最後に流したあの血の色で染まっていく。テレビの画面はそれしか映していない。いや、もう私の目にはこの映像しか見えなくなっていた。お父さん。
呼ぶ声が聞こえたような気がした。この絵が怖いんですけど。ああ、そうか。自分の今欲しいものはこれだ。画面を隔てて、向こうにいる娘が愛おしい。会いたい。そっちに行くよ。それで首を吊ったってことね。いやあ、綺麗に繋がってたね。すごい、なんかきちんと辻褄を、びっくりした。ちょっと待ってください、あの実況中。ということで、まあ、セーブをねせずとも5分程度で、5分ちょっとかな、終わりましたね。いやーちょっとね、面白かったねこれね。まあそれを描いてと一緒に合わせて30分近くの動画になっちゃってると思うんですけれども、面白かったですねちょっと怖かったけどまあそんな感じで今回、ハピネスダークが、実況プレイしました。動画の説明欄にねダウンロードサイト2本、同時に載せておりますので、ぜひご自身でもプレイしてみてください。はい、そんなわけでお送りしたのはハピネスダークでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、ご視聴ありがとうございました。今後もハピネスダークってどんな動画を投稿するんだろうと気になる方はですね、ぜひチャンネル登録をしてみてください。演技や歌、ゲーム実況など毎日動画を投稿しておりますので、よろしくお願いいたします。動画への評価もお待ちしております。 Twitter などフォローしていただければ、こいつ動画投稿しやがったっていうのがすぐ分かりますのでね、お待ちしております。それではまた別の動画でもお会いいたしましょう。お送りしたのはハピネスダークでした。さよなら、またね。